ホルストブーフホルズはベルリン出身のドイツの俳優。ホルストブーフホルズとも表記されている。日本では黒沢明監督の映画7人の侍をハリウッドでリメイクした映画荒野の7人で広く知られている。戦後ドイツ映画界が生んだ国際俳優の一人。15歳で初舞台に立ち舞台とラジオで活躍した後、1952年に映画デビュー。 1950年代には、ドイツのジェームス・ディーンと呼ばれ、人気を博した。1957年に出演した、旧西ドイツ映画、ベケント・ニッサ・デ・ホークスタープラス、フェリックス・スクルルは、第15回米国ゴールデングローブ賞、外国語映画賞を受賞。1960年代には、ハリウッドに進出し、一躍国際的に名が知られるようになった。1961年の映画、 ファニーは第34回米国アカデミー賞で作品賞など各賞にノミネートされている。舞台でもブロードウェイに招かれ、1959年のシドニー・ガブリエル・コレット原作、シェリー、1963年のアンドラに出演。1970年代からは主にテレビ映画やドイツ映画に出演し、1984年の映画、ウェイン・ヒ,ヒ・ミッヒ・フシタで、 ドイツ映画賞主演男優賞を受賞。1991年のハリウッド映画、ASS、大空の誓い、アイアンイーグル3では、千葉真一と共演している。1990年代には他に、ビムベンダース監督の映画、地の翼に乗って、ファラウェイ・ソー・クロース、や、第71回米国アカデミー賞で、外国語映画賞など3部門で受賞した。 ロベルト・ベニーに監督主演の映画、ライフ・イズ・ビューティフルなどにも出演し、往年の名優としての貫禄を見せた。1973年には、ギリシャのアテネで開催された、ミス・ユニバース世界大会で、ファッションデザイナーの森花井と共に審査員を務めている。1958年の映画、カチューシャ物語で共演した、フランスの女優ミリアム・ブリュと結婚。 息子のクリストファー・ブーフホルツも俳優になり、ミケランジェロ・アントニオーニ監督編の愛の神、エロスなどに出演している。クリストファーは2000年の第7回大阪ヨーロッパ映画祭のゲストで来日した。ベルリンにあるブーフホルツの墓2003年に廃園で死去。彼の死去後に開催された第75回、米国アカデミー賞受賞式で1年間に亡くなった映画人を追悼する。 インメモリアムのコーナーで紹介された。墓はベルリンにある。ありがとうございます。